回ってます。こんばんは。こんばんは。ジャニオチャンネルです。こんばんは。こんばんは。夜っすね。割り子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 。何の略？何？切り替えだよ。すいません、ちょっとこんな時間に夜なんですけど。何？ちょっと今日は僕の企画にお三方に付き合っていただきたいなと思いまして、ちょっとこんな時間になっちゃったんですけど、まあまあ一回ちょっとついてきてもらっていいですか？ちょっと無理です。なんでだよ。はい、ついてこいって。はい。もうかっこいい背中越しのいいですか？ようやくジャニの部屋の模様替えが終わりました。いや皆さん本当にお待たせしました。皆さんとね同じタイミングで3人には見ていただこうかなというふうに思っているので、まあちょっとしたドッキリと言いますか、感じで今日は何も知らず、ここにいつものジャニの部屋だと思ってくるので、そのリアクションを見ていきたいなというふうに思います。真っ暗。いいですか？誕生日。誕生日。あ、三人とも一列になってください。はい、俺そして目をつぶってください。目をつぶ。え、はい、危ない？じゃあ手握ってて、フーマン。いきますよ。これ目つぶってくださいよ。いや、この絵欲しいんで。いきますよ。もう何？怖い。このまままっすぐ入ってください。まっすぐ入ってください。なんかサプライズ系だ。まっすぐ入ってください。まっすぐ入ってください。まっすぐ入ってください。怖い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 。なんか音が、なんか新築の匂いしない？ドキゲー。あ、やばいやばい、怖い怖い。大丈夫大丈夫。まだまだまだ、まっすぐ目つぶって、目つぶって。そのままでかい。まだです、まだです。え、なんかさ、匂いがさ、新築の匂いしない？目つぶって。なんかさ、寒い。ね、なんか新築の匂いしないですか？マジで。うるさい。じゃあ目つぶって。じゃあうるさい。はい。マジでうるさい。ちょっとうるさい。で、一回フーマここ、フーマ、あ、皆さん手離してください。で、ここ、どこ？こっちです。そう、もうそのまま。え、これ二宮くんですか？これ俺、これ俺、これ俺。中丸は？これで。これで。こっち見ててください。なんか匂いがおかしいよ。なんか新築の。怖い。寒いもん。なんかちょっと寒いっすね。お三方、準備はよろしいでしょうか？無理っす。なんで？怖い。大丈夫、はい、大丈夫っす。目開けていいっすか？それでは皆さん、目を。高くない？位置が。開けてください。どうぞ！点灯式を今日4人で、これ作るの？行いたいなと。これすげえ作ったんだ。てかイケア椅子めちゃくちゃいいっすね。てかさ、なんかおしゃれ。全部いいけど。全部いい。あ、バイオハザード金庫残ってる。まあそれはちょっとね。え、だってちょっと見てよ。あ、あれ？あ、床もだ。床も。業者さんと話しながら、この色がいい、あれがいいね、壁はこれがいいな、なんて話しながら凍ってるわ。あ、ネイスもあるじゃん、ちゃんと。本当だ、はい、二宮くんだ。二宮くんのネイスだ。どうも皆さん、こんにちは、ジャニオチャンネルです。うわ、床じゃない。完全に YouTube やってますね。マジ床じゃない。売れた。あと髪の毛かわいい。売れた。髪切りましたね。かっこいい、今日かっこいいです。マジ売れたじゃん、俺ら。二宮くん髪型褒められたことを照れくさくて何も触れてこなかったっす。何も返してこなかったっす。照れてる。照れてる。そんな感じで来ると思ったもん。照れてる。照れてる。かわいいね。照れてる。照れてんな。かわいい。照れてんな。そんな似合うの？かっこいいっすよ。かっこいいっす。いけてますね。いけてますね。しよう。これはすごいわ。えぐいて。つけようか。どうやってつけんの？これはコンセント入れるだけなんですけど、これはあの僕がもうイケアの会やったじゃないですか、うん、それよりちょっと前にもうお三方にはお世話になってるんで、まあめちゃめちゃお世話しました。お前にはあんま言ってないんです。
まあ、エッチのね、ニノさんにもお世話になってるんで、まあ、ちょっとプレゼントっていう形でちょっとこういうの作りたいんですっていうのも、これが頭にあったんで、インテリアもこうしたい、あしたいっていうのをなんとなくこう考えていたんですよ、ね。中心考えたじゃあつけよ、どうもつけたほうがいいし。え、僕でいいんですか。そりゃそうだよ、これ作ったのはあなたなんだから。いきますよ。はい、お願いします。ジャニーの部屋、開店です。感動するわ。うわ、いい。これは感動する。始まったね。これいい。これ始まりましたね。始まった始まった。いや、ちょっとこれ3人座ってみてくださいよ。いや、4人で座って、あれ、インカメでもいいか。そうしよう、そうしよう。あ、インカメだったら入んない。あの、こんなんだ。ああ、なんかほら、おなんか、いいいいいい。うわ、いい。急におしゃれなチャンネルになったぞ。すごっ。え、バナーこれで撮りましょうよ。いいか、ちゃんと撮りたいね。なんじゃねえか。どさくさに紛れてる。え、一回撮るよ。10秒ね。10、9。うん、これどうだ。いいんじゃない、トゥナイ。おー、すげえ。おー、いい。あ、いいんじゃない。そこがどけない。いいんじゃない、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 いいんじゃない。おー、すごい。めちゃくちゃいいっすよ。いやー、いい。素晴らしい。お疲れさん。いやいやいや、ただいい写真ね。これだけじゃありません。え、どういうこと。ここ白い壁を残しました。うん、なんで。ここに中丸くんに絵を描いてもらおうかなと。嘘だろ。めちゃめちゃだから露骨に嫌な顔。なんで嫌がるんですか。急に責任感出てきちゃった。いや、いいんです、いいんです。自由に。だからこっちで撮る絵とこっちで撮る絵が全然違う空間にしたいな。あ、なるほど、なるほどね。なんかこっちだとちょっとなんかこう公式じゃないけど、はい、ガッツリやってあって、こっちでなんか遊ぶ空間じゃないですけど、あー、まあ、テーブルとかも置きながら。いかがりするね。確かに。だったら壁紙貼るんじゃなくて中丸くんに絵描いてもらった方が、まあ、それでも動画は撮れるし、全然それは中丸の感性でいいから。いや、お前さ、もう3回言ってっからな。いいんすか、逆にと僕は思ってますけど、どうですか。いやいや、全然いい。いや、むしろ書いてくれるんだったら。いやいやいや、そんなありがたいことない、ね、嬉しいですけど。これで失敗したらマジ台無しですね。いや、それよ、うん、もう一回白に見えないですね。めちゃくちゃ切ないですね。ありがとう。じゃあちょっと早速もう計画立てて進めます、はい、うわ、すごい、かっけー。楽しみにしてます。いや、機会ありがとうございます。まあ、これで一応はだけど、まだまだ完成していくってことだよね。そうですね、完成していく。じゃあ中丸君、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。イエーイ。だけではないんです。え、じゃないんです。何、どうしないもん、こんな寄ってもやめろって。ほら、対応が違うもん。勢いが危ねえだろ。話取られると思って。ちょっとこちらに来ていただいてもいいですか。まだあるの。はい、勘弁してよ。ここの黒幕あるじゃないですか。あ、確かに。これちょっとここにテープがあるんで、テープ取ってこれね、はい、バッとこっちに行けばいい。はい、引いてもらっていいでしょうか。それでは行こう。黒幕取ってください。お願いします。うわ、どすこい、どすこい。ちょっと これ。あ、すごい。やっぱプロすごいね。プロすごいですね。これ。他にもちゃんとジャニーのチャンネルって。いや、マジか。はい。これ触ったら、これ、あの、取れちゃいます。いやー。今日の。なんか、後々ね、
我々4人でお酒飲む動画とかも撮りたいねみたいな話をしてたじゃないですか。マジか。だからもうバーこんだけ広い部屋だったら作れるんじゃないかってことで、あ、なんかこういうお店に本当にいる人たちみたいです。ホストクラブユッチ開店です。あ、落ち着きますねめちゃめちゃ無視するじゃん。何してるの最近何してるの。編集してんねん。編集してもう今の動画の編集始めてる頭の中でみんなでやるとしたらここでノートパソコン並べてね、できますね。うん、で、いいじゃん。このワインセラーなんですけど、これえぐいって、これがあの、実はメリーさんが残したものみたいで、あ、そうなの。それを、まあ捨てられるわけないじゃないですか。だったらジャニのチャンネルでいただこうと。ありがてえ。すごくない。あ、俺んちにしたら、そうだよ、俺やろうと思ってたのワインもあんねん。ちょっと今持ってきてもらっていいですか。どこか持ってこっか。18年ぐらい床に置いたワインは今度開けようと思ったら開封動画で。え、18年熟成されてめっちゃいいやつなんじゃないですか。俺の誕生日、俺20歳の時にもらった誕生日のやつだから。ってことは38年。だからそう、20年前にできてそれもらって18年床に置き続けてるから。何で床に置いてんすかそれ味めっちゃ変わってますよ多分。いや、そうなんや、怖いからもう飲むタイミング失っても。でもちょっと一口飲みたいですよ。それそういうのさ、持ってきたらいいじゃん。あ、だから本当に世界一のバーテンダー呼んでみたとかでもいいんで。確かに、ここで作ってもらって、引き酒とかもなんかできそうですね。はい、これでジャニーのチャンネルの部屋が、いや、えぐいよ。やったー。やっとですね。騒いでいいっていうのがいいね。やばい、本当に。あと床に正座しなくていいっていうのが嬉しいっす。確かに靴下バレてましたからね、いつもね。ほんと普通に。そんな山田くんにプレゼントがあります。じゃあちょっと待って。いや、頑張ってくれたから。そうですね。そうですね。え、何。まあ、我々からのねぎらい。え、3人からですか。もちろん。そうです。え、逆に喜んでくれるといいな。もう、ね、開けていいですか。いいよ。来たか。来てしまったかおめでとう。よく作れるよ。いや、来たな。こんな金だった。いや、こんな金なんすか。こんな縁起良さそうっすね。ちょっと一回羽織ってみてよ。羽織る。かぶせる、かぶせるっていうか。ちょちょちょ、うちでっかい。そう、だって欲しいって言うから。ちょ、言ってないの。おい、お、なんか。ちょちょ、あ、ぽい。ちょ、コンサートでしょ。いや、ショックの光一くんないよ。あー、こうやって飛び立ってるんでしょ。ああ、ちょっといじってます。いじってないのに尊敬する先輩を。ちょっといじったのに。大尊敬してますけど。それで、作りましょう。引くわ。もちろん2、3日後ぐらいまでにお気に入りの服を持ってきていただいて、どこにこう入れるかっていうのを。私服をカスタムするんですよね。そう。なんかでも、いい服持ってきてほしいですよね。せっかくいいカーテンなんで。確かにね。なんか初めての給料で買ったぐらいの、だそんぐらいの生贄してくんない。生贄。でもそうね。お、生贄って言っちゃってんじゃん。でも俺もそういう気持ちで差し出してるから。そうそう。まあ確かに家のカード今ない状態ですもんね。今ない。ちら。野ざらし。太陽がさんさんと出てる。ジャニーズタレントでカーテンがない多分今仲間が。そうだよ。そうですよね。そんな思いで持ってきてくれたんですもんね。だからさすがになんかカーテンがないと持ってこれないっていうんで。買ったんです。我々の収益で。ありがとうございます。代わりのカーテンは買っていただきました。まだ届いてないじゃないですか。いや、あれもあるんですか。あります。バイオハザードキー。あ、そこから。まあとにかく本人からは車高がいいっていうんで、これだっていうのを選んでくれました。が、くれました。中村君が選んだんです。これです。ちょっと
ょっと開けていきましょう。開けましょう。いいんですか、すいません、なんかもらっちゃって。いや、いいんだよ。盛りだくさんだな、今日の動画。嬉しいな、すげえ助かる。え、あ、これです。イメージ通りだ。なんか色出したくて。いや、これ単体で言っても素敵なんですけど、派手じゃないですか。いや、多分ね、結構相性いいと思う。いや、だからみんな言ってたじゃん、それの悪いところは、うん、これ自体はいいけども、いい、相性が悪いって言ってないですか。うん、相性はちょっとなんか、ね、そう、壁紙がちょっと急に金だったんででしょ、はい、でその意見は参考にさせてもらったんですよ。そう、壁がちょっと黒っぽいんで、はい、ベースちょっと落ち着かせて、で、好きなこういう花柄みたいな。花柄好きなんです、実は。なんか花柄好きなんですか。花柄って言っていいですかね、なんかこういうなんか昔っぽい、ね、意外。これだけだとやっぱいい、多分いいやつ。クラシカルな方が好きなんで、ね。あ、そうそうそう、はい。これいいやつっすよね、多分。とで、これで本当にでカーテンつけて、またなんかやんやん言ったら、もうすぐそいつの服を作ります、これ。とんでもないジョーカーじゃん。これだから、これもう持ってってつけていたら。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとう、カーテン。本当に。すみません。なんかこれ自体はいいんですけどね、もちろん。物自体。物自体いいんですけど、いや。さらに。うわ、すごい、プレゼント企画だ。今日ね、今日どうしたんですか。全部届きました。イエーイ、おー、うん、ありがとうございます。優しいな、優しいな。すみません、おはようございます。ゆっちに嬉しいな。ありがとうございます。すいません、何これ。自分の金で買わないメガネどうすか。わー、来たー。どうすか、ゆっち。めちゃくちゃ嬉しいっす。結局自分のかけてください、みんな。自分の金で買わない。いい言い方超いい。やって、いい。ちょっとメガネかけて、ちょっと並んでくださいよ。あ、めちゃくちゃできる人に見えますよ、今。なんかいい。うわ、なんかね、めっちゃいい。チャンネル変わった。あ、配信。しかもなんかこのネオンの光とそのメガネがめっちゃ合ってるっす。チャンネル変わったから、もう。あ、いいぞ。なんかいい。なんかおしゃれな集団。もう。あ、よく、はい、あ、いい、ありがとうございます。レオの方でもかけてますけど、多いよ。桜安仕様に、まあ、トイレですね。トイレで頑張っていこうよ。頑張っていきましょう、4人で。やった。じゃあ、お疲れ様、ヤオちゃん。いや、もう、ありがとうございました。ありした、あした、あした。いや、ちょっと嬉しいこといっぱいあるな。嬉しいことアプリコットアプリコットでした。 M フローにいそうっす。 M フローユニットですもん、この2人の。マジで取れる。アプリコット毎回違うディーバーを入れて